こんにちは。今日は簡単にクリームスパゲティを作っていきたいと思います。具材も少なくて、ほうれん草とハムだけです。でもいろいろ入れるよりシンプルな方が結構美味しいんですよね。味付けも今回はコンソメにしました。とろけるチーズも入れて少しコクを出しています。本当にこれは美味しいので家族みんなが大好きです。なのでたくさん作ってみんなで完食しました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。じゃあね、バイバーイ。